はい、前回SHO で紹介したエンジンの故障箇所っていうのかなを紹介したんですけど、で前回撮ったのが SHO を目の前にして撮っただけで、前回の説明も SHO やオプティマックスをイメージして話したことなんで、トラブルとしてはそんな変わらないと思ってください。まず2ストロークね、その前回の動画が4ストロークのことだと思っている方が多かったんで、前回の動画も一応見てもらいながら再度、それも2ストロークの方も言えるようなところを言ってるだけなんで、さらに今回2ストロークのもう少し細かいところを言えたらなと思います。まあ、ここにいつもならハーネスがつながってて、全部配線やったりホースやったりが来るんですけど、まあ、この前から行くとこれがオイルタンクですね。メインタンクって呼ばれるものです。でボートに船体についてるタンクはサブタンクになります。でまあ燃料ポンプに、あとはまあインジェクターであったりとか、まあ、イグニッションコイルであったり、あとこっちは電子的なものですね。コンピューターとかバッテリーのターミナルやったりリレーやったりセルモーター、もう簡単に言うとこんな感じ。あとまあオイルポンプかな、こんな感じ。じゃあまずこの今言った中で4ストロークにはないっていうと、もう本当にオイルタンクぐらいです。これぐらい。あとまあ実際このシリンダーとか構造がもうそもそもが違うんで、大雑把に言うともうこれぐらい見た目でわかるの。フォーストロークはこういうところにオイル入れるところがあって、こういうところにオイルがずっと溜まってる、5リッター6リッターぐらい溜まってる。で、まず2ストロークと4ストローク、まず何が違うかっていう と、そもそも2ストロークの方が構成部品は少なくて、まあ大きな違いっていうと、エンジンオイルを燃焼するかオイル交換かっていうところがまず大きく違うと言えるかなと思います。まあ2ストロークの場合はエンジンオイルを常に足していかないとダメなので、ガソリン給油と一緒にオイルも定期的に入れないとダメ、どんどん減っていきます。フォーストロークの場合車と同じで、もうオイルはずっと循環してるような構造になるので、定期的にはオイル交換ですね。2ストロークの方が実際パワーは出ます。軽量コンパクトでパワーがあるっていうのが2ストロークのメリット。フォーストロークはやっぱり構成部品が多くなるので重たくもなるし、実際2ストロークに比べて2倍動かないと同じ出力が出ないような原理なので、そこがまあ大きな違いなので、結構4ストロークが同じ馬力でも重たくなってしまったり、エンジンが大きくなってしまったりっていうことが多いんですけど、最近の4ストロークがどんどん進化してきて、バスモデルの4ストロークなんかはこういう2ストロークに負けない重量で負けないパワーを出しているので、その辺はまあ進化したところかなと思います。2ストロークのよくあるトラブル、まあエンジンが悪いっていうより、まずオイルの入れ忘れとか、オイルタンクのキャップがちゃんと閉まってないとか、まあ、今回オプティマックスで言うとここにオイルを送るのはエンジンの内圧で送ってるんですね。なんで船側のキャップの締めが緩かったりするとここにオイルが送られないので、ここってもうちょびっと減るだけでもこのセンサーが働いて制御がかかってしまうので、エンジンが悪いっていうより結構管理不足やったりでトラブルが起きることが多いです。ただまたこのオイルタンクも1回減ったことでセンサーが落ちたことをきっかけに
ずっとオイルに使ってるもんなので、長年使ってると一回落ちたら上がらなくて、オイル入れたのに警告が鳴りますとかっていうことがあると、それだけでもこれを変えないといけなかったりするので、結局一個一個がこのセンサーだけが変えれたりできないものが多かったりするので、高くつくのが船外機かなって感じです。オイルはまあボートについてるタンクがサブタンクで、まあそこがみんなお客さんが触るとこなんですけど、そっちでだいたい10リッターやったり11リッターとかが多いんで、まあ比率としてはガソリン50リッターに対して1リッター減るような割合の設定になってて、なので50対1っていうやつですね。なのでまあガソリン50リッター使うと1リッター減るような感じ、1日の調光で50リッターほど使えば1リッター減ってますよっていうぐらいで、大体のお店で販売されてるのが1ガロンっていう約4リッターないぐらいの 3.78 とかリッターぐらいのタンクなんで、まあ大雑把に言うと4回調光いけば1本入れれるぐらいの感じかなと思います。はい、まあ、船についてるみんなお客さんが入れるのがサブタンク、それが送られたのがメインタンク、まあ、ツーストマーキュリーもヤマハも同じような感じでついてます。うん、はい。フォーストで起こらないけど、ツーストで起こることね。エンジン焼き付きってよく聞くね。ツーストロークの場合、オイルを一緒に噴射してるしか潤滑方法がないので、潤滑してるオイルが常に一緒にガソリンで噴射される。のでオイルが途切れることもあれば、冷却水が止まったりするとエンジン焼き付き、シリンダーの焼き付きが起こるのは、まあ基本的に2ストローク、4ストロークはもう常にオイルは絶対あるので、多少オーバーヒートしようが焼き付きにくいんですけど、2ストロークは結構簡単に焼き付いてしまうっていうか、うん、なのでまあオイル管理であったり冷却水の例えばインペラ消耗品であったりとかねはちゃんと変えておく方がそういったトラブルも防げるかなと思います。あとはまあこのエンジンで多いのがね、前言ったイグニッションコイルとかね、うん、そういうのはもう予測できないので、まあ定期交換部品、エンジンだけではなくて船側に乗ってるバッテリーとか、例えば燃料ホースとかも結構劣化して詰まったりすることがあるので、乗ってる乗ってないにしても定期的に交換することをお勧めします。まあ、消耗品定期的に買えなあかん部品、まず一番頻度多くっていうか一番変えてほしいのはここのギアオイルですね。この中に入ってるオイル、2ストロークなんかはギアオイルだけやし、4ストロークだとギアオイルとエンジンオイルセットで変えるのが一番安心かな。まあギアオイルはできれば半年に1回ぐらい、気になればもう少し早めに変えてもいいぐらいの感じです。でその次に、まあ、1年から2年に1回ぐらい、インペラですね、冷却水を吸ってるインペラっていうものがこの辺についてるんですけど、ゴムの羽なんで使ってても使ってなくても癖がついてしまって実際冷却水をきちっと吸えてない場合があるので、それも乗ってる乗ってない関係なく定期的に変えた方がいいかなと思います。あとはまあスパークプラグとか燃料フィルターとかそんな感じかなと思います。簡単に言えるところはね、あともちろんバッテリーもやし、ガソリンもちゃんと長く乗ってないとかだとそれはもう処分してしまって入れ替えた方が良かったりするので、最低それぐらいは気にしながら乗ってもらいたいなと思います。まあ2ストロークなんでこれでシンプルな方なんですけど、って言ってもいっぱい部品があるので1個何か悪いだけで警告が鳴ったり調子が悪くなったり
するので、まあ、それをきちっと見極めて修理するのが僕らの仕事なんで、細かなことは直接問い合わせいただければと思います。じゃあ以上、ちょっと簡単になってしまったけど、2ストローク編でした。はい、ご視聴ありがとうございました。